こんばんは。こんにちは。スパロボ、鋼の超感謝祭、楽しかったですか？面白かった。シャムプロジェクト最高でした。奥井さんが歌い終わった後、前髪フーフーしてるの可愛かった。それは良かったですね。生放送でも言ってましたが、スパロボオーチーはありません。楽しみにしてたのに。久保にようやく会えると思ってたのに。SRX が壊されるの待ってるのに。バルマー星に殴り込みに行けると思ってたのに。銀河の果てで、水木のおやすさん、倒しに行けると思ってたのに。残念ながらお預けです。寺田プロデューサーも言ってたじゃないですか。とりあえずは、スパロボ13を買って貢献しましょう。いいじゃないですか。スパロボ T から953日ぶりの家庭用スパロボですよ。存分に楽しみましょうよ。とりあえず、公式の生放送で家庭用新作を出せっていう場合は、13の発売から953日経ったらコメントすればいいんですね。そういうことです。生放送でも、ちゃんと OG はないって公式から言ってくれたんで、私としては、中途半端に濁されなくてよかったと思いますよ。FF15 なんて、最初のウェルサスから、発表から発売に至るまで、10年かかってますし、気長に OG も待ちましょう。これ以上待ってたら、OG が、どんなところで止まってて、どんな話だったか忘れてま。むしろ、OG が、どんな設定だったかも忘れかけてきてる。大丈夫です。適当に検索かけたら、他の投稿者さんが、多分いろいろ動画とか出してくれてると思うんで、それを見ればいいです。大気砲丸精神。ムーンデュエラーズから何年も経ってるのに。2016年ですね。今が、2021年でスパロボ30周年なので、35周年には、10年ぶりの OG として、来る可能性もあるんじゃないでしょうか。私たちにできるのは、売り上げに協力して、OG をちゃんと出してもらえるように、数字で貢献していくことしかできないと思いますよ。13の売り上げ自体ってことよね。そうですね。それに、もう、プロデューサーの口から OG 終わらせたいって言ってたじゃないですか。終わらせてあげましょうよ。ファンとして。スパロボ13を有料コンテンツ含めて何もかも揃えるようにすればいいんですね。そうです。めちゃめちゃ信者は、ソフト2本も3本も買えばいっぱい貢献できます。未来の OG に向けて頑張りましょう。では、今回の動画はこのくらいで、また、どこかの雑談でお会いしましょう。